ちょっと待って。はい、どうも、実況者ではなく絶叫者の中野ちです。はい、今回はですね、バックトゥーザフューチャーモッドを試してみた。モッド導入6時間かかりました。はい、よろしくお願いします。ぶっちゃけ疲れてます。はい。いや、マジモッド入れ大変でした。もうぜひもういっぱい高評価お願いします。まあ皆さん、バックトゥーザフューチャーは知ってると思うんですけども、結構UFJ とかでね、みんな見かけたりとかするんですけども、 USJ ね、かまいたちさんの漫才見すぎたな。はい、では早速ね、バックトゥーザフューチャーに出てくるね、有名な車、はい、デドリアンを、召喚していきたいと思います。もう早速ね、このメインメニューからもバックトゥーザフューチャーもう5ね、上の方に書いてます。ちなみに、まあ、そのデロリアンの種類がありまして、はい、こちらですね。このね、デロリアンは何もタイムトラベルできるようなマシンではありませんね。バックトゥーザフューチャー1で登場するデロリアンでございます。いきます。うわ、もう登場がえぐい。これですね、バックトゥーザフューチャー1で登場したデロリアンがこちらでございます。ちょっとね、氷結してる感じですね。はい、そして乗ることもちゃんとできますね。タイマーまでね、しっかり出るんです。フック付きバックトゥーザフューチャー1。フック付きってさ、おー、もしかしてこれで、うわー、すげー、わかるかな。なんかね、電線に引っ掛けて電気の力でタイムトラベルをするというシーンが結構有名なシーンがあるんですけども、いや、まさにフック付きのデロリアンはちょっとすごいな。バックトゥーザフューチャー2。おー、少し後ろが変わったね。バックトゥーザフューチャーのさ、2ってさ、だよね。うわ、すげー、飛べちゃった。オーバーモード、いや、すげー、うわー、たまらんぜこれ。そっか、2から飛べんだ。そういえば、はい、こちらがバックトゥーザフューチャー2のデロリアンでございます。すごすぎる。おー、しっかり直せますね。バックトゥーザフューチャー3、さあ来い。うわへい、これが最終形態ですかね。いや、いいね、タイヤがいいね。2と違うのはボンネットかな。いや、メカメカしくていいね。かなりメカメカしい。バックトゥーザフューチャー3の RR、 これ何だ。あ、鉄道だ、鉄道バージョンだ、これ覚えてるかな、みんな。デドリアンが、まあ、うわ、すごっ。このタイヤがないじゃないですか。これね、あれなんですよ、線路上に置かれるタイプのね、デロリアンでございまして、これでね、列車の力でタイムトラベルをするっていうストーリーでしたね、確か。そのデロリアンですね。最後、ドクとね、その何、奥さんが飛ぶんですよね、変な感じで。うん、でね、タイムトラベルの仕方なんですけども、スピードを上げないとタイムトラベルができないんですよね、確か、デロリアン。だから一応ね、滑走路で走らせようと思います。ちなみに現在の時間が2月14日、2023年、PM 3時35分ですね。はい、じゃあ俺の誕生日にしようかな。俺の誕生日にしよう、12月、16日な、確か朝に生まれたんですよ。
うおお、変わった、設定変わりました。さあ、私が生まれる時間帯にタイムスリップしていきたいと思います。いや、楽しみだ。音がすげえ、やばいやばい、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。え、いつ行くの、いつ行くの、え、え、リアクター開けるで、燃料か、燃料がなかったんだ。で、補給する、あ、入れたね。で、閉じる、あ、2回入れた、 OK。 いや、すごい忠実すぎない、ちょっとそれじゃあ、行きたいと思います。今度こそはいけると思う。いけー、いけー、おお、あ、勝った、おおおおお、いったー、いったー、すげー、うわ、うおお、来ました。1992年12月16日の7時50分でございます。来ました。ちょっとあんま分かんないけどもあ、過去行ったなー感はちょっとないけども、行ったんだね。はい、この時に、私が生まれます。はい、検証してみたいなと思うんですけども、過去の自分に会えるのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。でも過去に戻ったっていう証明ですからね。51分にしようか、51分で、いけ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 ー、シェイ、どうだどうだどうだ、はい、3分前に戻りましたこれいたらめっちゃおもろいな。あ、待って、え、いる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 、見えた、みんな、ちょっと待って、いるよ、自分がいる自分がいるよ、自分が、え、すげえすげえ、過去戻ってるわ。あ、今入力してる音がしたタイマー入力してる音が聞こえた。お、びっくりした、あ、出てきた出てきた、あー、なるほど、あ、そうだ、ここ動いてた、そうそう、走ったりしてた、ここここ走ったりしてたわ、なんか、あ、そう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 、走ったりしたんだ気持ち悪今、3、4分前の自分を見てます。はい、うろちょろしてんな、何してんだこれ。で、多分ほらほら行くんすよ、これで、うお、行った、おお、行った、俺が生まれた時間から、時間帯から、今の時間帯に戻りたいと思います。はい、ちょっとやってみてえなと思うことがあって、じゃあ、過去の自分を見ている自分を見ることができるのか、これをちょっとやってみようかなと思います。だから2人見れたらもう大成功だよね。見てください。毒で検証してみたいと思います。ガチ毒です。20時36分ですね。はい、36分です。覚えておきましょう。それではいきます。5分前の世界に戻りました。さあ、もう一度5分前に戻ります。36分に戻ります。待って、え、待って、
え、待って待って待って、タイムトラベルしたばかりの俺がいるんだけど、ちょっとやばいやばい、タイミングバッチしすぎない、ちょっとやばいやばい。あ、しかもいるわ、しかもいる、しかもいるわ。これすごいな、これこの光景やば。おー、見れた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 、すごいことが起きている。過去の自分を見ている自分を見ることができます。素晴らしい。このように3人も僕がいるわ、天才が3人もいる、十分すぎる検証でしたねこれね。無限にいけるよな。また36分に向けて出発をすれば、後ろ後ろ後ろ、3体もいらない、ちょっとやばいな。こんなに台数あったらダメだって、世界に1台しかないはずなのに。いや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 、最高。お前誰みたいな感じで言われてる。はい、4人登場しました。はい、4読です4読。過去の自分を見てる自分を見てる自分を見ることできました。いや、これもうエンドレスだわマジで。え、だったらさ、どうだ。